タッチアンダンス秋葉原です。今回はタッチアンダンスの動画を撮っていきたいんですけども、先週の出張レッスンの際に、春巻選手のですね、指がちょっとこう反ってるという形でね、指のこの第二関節のところにそんな力なんか入れなくていいんですよというアドバイスをさせていただきました。でその後、いろんな、まあ、主に日本の、ヘイバー、もしくはタッチアンダンスの大会、出てらっしゃる他の男性ダンサーさん、若いダンサーさん、春巻選手と同い年ぐらいの、ダンサーさんの手先を研究したところ、まあいろんな手がありました。こう、まっすぐ。ね、いろいろありました。私自身が教えてるのは、まあ、基本的にまっすぐです。で、別に彼らの手を真似しようとか、こっちの手の方がいいよね、こっちの手の方がいいよね、そういうことじゃありません。とにかく指先に必要以上の力を入れる必要はないですよということをお伝えしたいなと思います。やっぱり手のポジションをキープするために最低限薄くもちろん力は入っているわけですよ。ポジションをキープするために。とはいえ、必要ないです。むしろこっちにそんなエネルギー取られる前に頑張るべきは下半身。下半身に一番頑張ってもらって、上半身は体がぶれないように。足がタオティに集中するためにブレないようにキープするっていうだけの仕事ですから、指先に力を入れない、不要なところに力を入れすぎないっていうところを意識して踊っていただくと、タッチアンダンスに限らずね、いろんなダンスでもうまく力を抜いて、で力を入れるべきというところに力を入れて踊ることでかっこいいパフォーマンスができるようになりますし、長い曲それじゃ踊れなくなっちゃいますので、ぜひ参考にしていただければと思います。タッチアンダンス秋葉原でした。ありがとうございました。バルー。